チルテレ。いいですね、このフィット感。欲しい。自宅にあったらやばい。あー、家に欲しい。家帰って愛犬と散歩行って行きつけのコーヒー屋でのんびりして、そこで友達が来てくだらないストーリーあげたりとかしてる時、チルしてるなって思うかも。めっちゃ美味しいご飯食べに行く。行ったことのないご飯屋さんに行くってもう決めて予約してで行く。めっちゃ楽しみ。知らない空気も味わえるし、何が出てくるかも分かんないから楽しみ。だからすっごいしんどいっていう時期はあえてそういう美味しいご飯屋さん調べて予約したりとかする。目黒通りにあるカビっていうお店に行ったんだけど、めっちゃ美味しかった。和食をシェフなりにアレンジして新しいものに変えてるって感じ。最近はね、もうね、お家にハンモックを買って、アマゾンで買ったので、そこにいつもなんかね、のんびりしてね、夜空見上げてるんですよ。こうやって、あー綺麗みたい。めっちゃいい、おすすめ。ハンモックって力抜けるからすっごい楽になる。疲れも全部、気持ちもかなり治療アイテム。好きなバンドがいて、共振サウンズオーケストラっていう、彼が単体でやってるんだけど、すごい人間の本質を、本質でしか歌を歌ってなくって、現代のブルーハーツみたいな感じ。そういうこう、もう爆発的な、世の中に中指立ててるようなロック、ロックな感じ。みんなに聞いてもらいたいなと思う。女の子たちによく聞いてたのが、なんかみんな自信がないんだって、自分のことに対して。で、自信がないってなんだろうなって考えた時に、コンプレックスだったりとか、なんかこう人と関わる中で、こういろんなことが起きる中で、自分のこと好きになれてないんだなと思った時に、ヒントになるようなことの書けないかなと思って書いたんですよ。もともと書いてたんですけど、まあなんかみんなのために書けたらいいなと思って、はい、書いたやつ。このタイトルのやつを決めてから、はい、もう101個ここは決めてて、でこっちだけ1ヶ月半で書いた。めっちゃ大変だった。胃腸炎2回なったから。だって朝起きて書いて、夜起きて書いてたから、体重も落ちちゃったし、その時。でもそれぐらいやっぱり言葉を書くって、で言葉をこう形にするのってすごい大変な作業で、私のまあ、全ての言葉が詰まった本になりました。身削ったなって。でもだからこう見てて愛情深いというか、自分の子供かのように、あーこの時これあったねみたいな。うん、秋には自分の個展をもう作っていて、でそれは11月に個展が、自分だけの作品展っていうのはもうしようかなって思っていて、刺繍も出そうかなと思ったりとか、結構いろんなこと考えてるから一個じゃないんですけど、言えないこと何個もある。楽しみにしててねって感じ。やっぱりね、女の子は結局のところ寂しいが全て。なんか彼の悪口言ったりとか、彼の文句言ったりとか、言い訳したりとか、いろいろあると思うんだけど、結局奥底には寂しさっていうものがあるから、寂しいって強がりじゃなくって弱さなんだよって。だから寂しい、私は寂しいってみんなに言っていいんだよって言いたい、私は。うん、なんか寂しくないって言うんじゃなくって、私はすごい寂しいのって言うことによって、それって本当の強さになるんだよって私は思ってるから、これをみんなに言いたいなって思います。